さんこんにちは。沖縄羅針盤パーソナリティの富田恵です。韓国に行ってきました。韓国は何年か前にちょっと留学をして、短期留学でこう語学を学んでいたこともあって、割とこうね、ちょくちょく行く国なんですけども、今回はちょっと間が空いて1年ぶりの旅でした。ソウルに入って、それから南部の方にバスで足を伸ばしまして、ナムウォンとそれからテグという街を訪ねてきたんですが、盆地でですね、暑いんですよ。これが35度超えてましたからね。で、日本に帰ってきまして、うちの主人の実家が大阪なので大阪に行ったんですが、そうしますと豊中で39度を記録。もうねデージ暑しちゃうよと思って。でも沖縄に帰ってきたら気温は高いんだけど、やっぱりなんだか風があって涼しく感じて、なんだか沖縄が一番心地いいなと思っております。さあ、沖縄羅針盤、今日も5時までお届けいたします。どうぞお付き合いください。那覇空港のどこかにあると噂のコーラルラウンジ、今週は浦添市長の松本哲司さんと、ラウンジ常連客で沖縄大学地域研究所特別研究員の島田勝也さんとのおしゃべりです。松本さんは1967年浦添市生まれ、今年の2月、浦添リニューアルを掲げて浦添市長選に立候補、45歳の若さで初当選を果たしました。市長に就任して半年、浦添市を一体どのようにリニューアルしていくのか、島田さんとざっくばらんに語っている先週からの続きをどうぞ。政治家半年の松本市長に期待、尊敬する政治家リーダー像ありますか。まあ、具体的でもいいです、やはりですね、私、ちょっとこれフロート好みなんですけど、石橋湛山という総理がおりまして、また古い人、はいはい、やっぱりあの人がやっぱりこの国家とは何かと、やっぱり国民とはどう生きるべきかみたいなものを問い続けながら、本当にその時代の難しい間をこう縫うように生きていったっていう、ああいう生き方をですね、私は好きですね。近代日本を築いた人の一人ですよね。でもね、僕浦添のリーダーともう少し、出てくるのは、もう何年前なんでしょう、松本市長は16代ですか、13代かな、はい、前になるんですかね、日が昇る市長、はい、沖縄を代表するリーダーおられた、見事な姿勢をしたとみんな残ってた。途中その病で倒られたんだけども、はい、日賀さんのことなどどういうふうに。私はですね、日賀さんっていう人は直接は存じ上げないんですけど、やっぱりずっと私が聞いてるのは、やっぱり日賀昇る子、浦添市長やっぱ伝説の人なんですよね、で本当にこの浦添の今の基盤を築いた本当にその伝説の市長ということで語り継がれているんですけど、自分が市長になってですね、いろんな関係者から話を聞くと、伝説で聞いてるほどですね、やっぱりかっこよくスマートに、なんていうんですかね、きらめくごとく生きてきたわけではなかったんだなっていうのをよく最近聞きます。彼自身が本当に苦労したし、本当に泥沼のような時代を生きて、本当によく聞くんですよ。本当に議会で傍聴席にからヤジが来て、市民が鎌を持ってですね、いやタックルされんどやって、それぐらいのもう修羅場をくぐって生きてきたと。だから今だからこそ綺麗な思い出だけが残されてますけど、本当は彼がこれだけの伝説の市長と言われるまでに至るまでには、どれほどの苦渋の涙を飲みながらですね、苦しい選択の中を本当に悔しい思いもしながらやってきたのかっていうのをですね、よく聞いてますね、聞くと、自分が置かれている状況も、
納得するというところがあったりするのかな。もちろんそうです。ということですよね。だからこの話を聞けばですね、うんうん、あ、やっぱり私なんかまだまだ甘いなと、さすがに傍聴席に鎌持ってきて、いや、タックルサリンドっていうような人はいないですから、そういう時代を考えるとやっぱり自分もしっかりとした、うん、ものを持ってやっていかないといけないなと思います、ね、日が昇るその前市長はね、元市長はその山に倒れなければ沖縄県知事になって沖縄を引っ張る器のリーダーだったというのがもう、うん、定説になってますね、うん、政治信条、うん、政治信条、百花繚乱という言葉をよく使いますね、松本さんは、うん、これ大好きな言葉なんですね。百花繚乱という言葉好きですね、はい、やっぱり例えば百花繚乱というのは100の花がきれいに咲き乱れるという意味なんですけども、やっぱりその例えばチューリップだけがきれいに整理整頓されて咲く美しさもある、ひまわりだけがバーッと一面に広がる美しさもある、だけども本当の美しさってやっぱり一つ一つの花がそれぞれにこう輝いて全体として美しいっていう、そういった意味だと私は百花繚乱という言葉を捉えてるんですね、うんうん、だからやっぱりこれからの時代、あるいは浦添の町、あるいは市民一人一人もですね、やっぱり百花繚乱でありたいと私は願うわけですね、うんうんうん、いろんな女性も男性も浦添生まれの人も外から来た人もナイチャーもウチナーンチュも、もしかして外国人も子供から大人までそれぞれがいろんな考え方の中で自由にそれぞれの生き方を追求していって、いろいろバラバラのように見えるんだけれども相対として全体として美しい、うん、エネルギッシュなその美しさ、これはず僕は松本さんのことはもう十数年前から知っているので、はい、この言葉いつも対応してましたよね、はい、うん、まさに人生訓になってるんですか。そうですね、はい、これからもじゃあそれがご自身のど真ん中にある言葉だと。そうです、ですから浦添もですね、うん、やっぱりいろんな人がそれぞれ の幸せを見つけて花開いていく、そういう街にしたい、うん、同じ意味の問いになるかもしれませんけども、市長の最大の役割というものは何だというふうに思いですか。私の最大の役割はやっぱりその市民の一人一人の花を咲かせることだと思ってますね、うん、だから私が考える政治っていうのはやっぱり白い大きなキャンパスを準備して、で例えば市の職員っていうのはやっぱり私は道具だと思ってるんですね。これが筆だったり絵の具だったりってそういう素晴らしい道具を揃えて、さあ描くのは市民皆さんですよっていうのが、これが私はこれからの時代の政治だと思っています。今まではやっぱりですね、政治家が描いたんですよ、うん、でこういうビジョンでこういう街づくりでこういう未来でみんな行くぞって、だけど私はちょっともう時代は変わるだろうと、うん、私はむしろ真っ白いキャンパスと自由に描ける環境を作って市民が描く、それがその絵をまた追求していくっていうのが基本的な、うん、実現していく、まあ、これはですねとっても分かりにくいし、うん、今でも選挙期間中からそうですし今でもしょっちゅう言われるんですよ、うん、市長はどうしたいか、市長はどうしたいか、何をするか決めてください、決めてくださいって言うんですけど、私はもちろん自分が選択するということをですね回避するつもりはないですけれども、同じ問いを市民にも職員にもいつも問い続けたい。あなたは何がしたいんですかと、あなたはどうありたいと考えるんですかと、うん、いうことを問い続けたい、うん、そこは松本政治の本質ですね。そうかもしれませんね、うん、時代としてね、その安倍晋三総理が決められる政治みたいな言い方でね、うん、その衆参のねじれを解消し決めてやっていくんだと、リーダーシップでやっていくんだと、こういうのがこう風潮としてというか、大きな日本中がそういうムードが起きているんですけども、松本市長はそことは距離がある今政治手法ですね。ちょっと違うか、やっぱりトップに強大なリーダーシップを求めるということのデメリットデメリットあると思うんですけど、うん、まあ、デメリットの一つとしてですね、私とっても感じているのはやっぱりその市民や、やっぱり多くの人たちが少し自分たちの島や自分たちの町や自分たちの未来について無責任になってないかっていうのは感じるんですよ。いつも何かをお願いする、何かを決めてもらう、で決めたものに関してはうまくいけばいいけども悪くいけばすぐ人のせいにする、そうではなくてやっぱり
市民一人一人にも、皆さんはどんな浦添にしたいんですか、あなたは何をしたいんですか、そのためには何を得るためには何を捨てるべきだと思いますかっていう、そういったものを誰かに問い続けるだけじゃなくて自分自身たちが決めていく、うん、だから今ですね、浦添市役所の中でも非常に私がこう難しいなって感じている一つはそこなんですよ。職員の皆さんに私聞くんですよ、あなたはどうしたいんですかと、皆さんはどうしたいんですかと、うん、で大体の人たちはこう、いやそれを決めるのは市長ですよという、それは分かってますよ、それはもちろんそうです、最終的な決定は私がします、でも市民一人一人、職員の一人一人が私はどうあるべきであるか、うん、私はどうありたいかってことを本当に自分自身の中で問い続けていく訓練をしなければ、うん、これからの社会は私はうまくいかないと、うん、意見を持ってほしいということですね、考えを持ち自分で悩み、うん、自分で結論を出し、そしてその最大公約数を決めていく、うん、そして最終的な決断はもちろん私がやるんですけど、それに至るところなんですね、うん、そこはね、大きく言えばですね、その戦後日本というものの、その社会の構造への問いかけでもありますね。そうですね、政府で決め、東京で決め、より大きなところで、より権力あるところで決めていったものに従うという、その市民生活であり市民の感覚だったものを、これを、まあ、文献という言葉もあるでしょうし、行政の中で言えば市民との共同という言葉もあるでしょうし、そっち側に舵切るんだということのメッセージですね。でその先に見えているやっぱね、松本市長というのは性格も明るいと、雰囲気も明るい、だから明るい街の未来を示すこともこれ市民に、ね、選ばれた市長としての義務ですよ、うん、それ少し語ってもらいたい。もうそろそろ飛行機の時間なので、はい、一番やっぱり大切なのはですね、はい、やっぱり子どもたちですね、うん、やっぱり子どもたちこそ我々の未来だと思ってるんですよ。だからやっぱり教育の改革だったり子育ての支援だったり、そこは徹底的に重点的にやっていきたいなと。自らも子育て世代であるわけで、その気持ちは一番分かっている、はい、で社会の将来のためにそこが一番大事なこともみんな分かっている、うん、どう具体的なことを展開していきますか。まず一つはですね、例えば子育て支援とか教育に関してもやっぱりまずその親の経済的な格差が子どもの教育の格差になっているところがあるので、しっかりそこはその差が出ないような形でセーフティーネットをやっていくということが一つ。もう一つはやっぱりそういう下をボトムアップをするだけじゃなくて、やっぱりそのこれからの新しい時代に合った子どもたちを育っていく、そのためにやっぱりまず一つは言語ですね、英語をどう教育の中でもっともっと広めていくかということが一つと、もう一つはやっぱり ICT ですね、やっぱりこういう新しい携帯端末等をどう使いこなしていくのか、新しい IT 時代のその子どもたちをどう育てていくのかっていうのは、これからやっぱり新しい21世紀の子どもたちの宿命だと思いますね、まあ、英語力とその IT を駆使する力と2つのコミュニケーションツールを浦添の私立の小学校中学校の子たちには他に負けないような仕組みを整える、重点的にやっていきたいと思ってますね、うん、なぜ私がこういうことを言うかというと、我々が生まれ育った時代よりも過酷な時代が来るんです、この子たちの未来には。本当にうちなんち同士の競争からですね、もう日本国内じゃないですよ、本当にアジアの中国や本当に台湾、フィリピン、マレーシア、その本当にアジアと世界とですね戦っていかないといけない、戦うっていう言葉あるかもしれないですけど、うんうん、本当に世界中を切磋琢磨しなきゃいけないですね、切磋しないといけない時代が来るんですよ。だからその子たちが大きくなって社会人になった時にたくさんのなんていうか戦うもの、それが英語力だったり IT だったりっていうものを持たせてあげたいって思ってます。松本市長の政策の中の中心にあると思いました。で浦添はね、僕またもっと本当は、うん、歴史を強調するその文化の香りをもっと出せる空間だと思ってるんですけども、うんうん、この辺なんかこう夢を提供できるような政策を考えていませんか。まだ話してないようなことでもいいです、はい、やっぱりこれから県とも連動していくんですけど、うん、文化の森構想っていうのがあって、沖縄国立劇場沖縄と辺を中心にですね、文化の発展発信をやっていこうというのがあるので、やっぱり例えば組踊りであるとかエイサーだとかっていう沖縄独自の文化なんかも発信するんですけど、やっぱり
新しい浦添のその文化ですね、古いものと新しいものとが融合するような形のですねものもやっていきたいなと。だから音楽のフェスティバルもですね、うん、やっていきたいと思ってますね。まあこれも普通の音楽じゃなくていろんな新しい時代の音楽なんですね、はいはいはい、市長就任の時から浦添の営業マンということも掲げていますよね、うん、全国飛び回っているんですかね、はい、そう 今はそこまで行ってないですね、うんうんうん、だからこれもどん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 落ち着いたら進めていきたいなと、はい、大きな課題を抱えていることも存じ上げています。その西海岸開発、それから、うん、大きな、うん、公約も掲げてこられたので、これモノレールも来ますね。モノレールも、実現をしていくプロセス、これ作っていかれるところだと思います、はい、また折々に話に来てほしいんです。ぜひお招きください。喜んでまいります。気をつけて。今日は出張あたり寄ってもらいましてありがとうございました。はい、ありがとうございます。またこれからもですね頑張っていきますので応援のほどよろしくお願いします。先週に引き続いて松本市長、さまざまなお話でしたけれども、理想とする浦添市の姿、両覧、まあ、市長の役割は市民一人一人のお花を咲かせることなんだと、まあね、市長に何を求めるかではなくて、あなたは何をしたいのかということを市民に問い続けたいというお話でしたね。後半の子どもたちの未来のためにという話も大変興味深かったです、大きな大きな浦添市という真っ白いキャンバスの中に、ど真ん中にまずは市長の大きな綺麗なお花を咲かせていただきたいと思います。先週に引き続きまして、ゴーラルラウンジ浦添市長の松本哲司さんとラウンジ常連客島田克也さんとのおしゃべりでした。めぐみのあしゃぎだよりのコーナーです、韓国の旅のお土産話をしようかな、今回はですねいろんな目的があったんですが、一番大きなのは今ちょっと構想中の新作の舞台のリサーチのためです。実は、韓国の焼き物の職人さん、陶工ですね、陶工をモデルにした舞台の作品を作ろうと思ってまして、今まあ台本を書いてるとこなんですけれども、まあその方が生まれた町を、まあ、ナムウォンというところに設定をしまして、その町を訪ねてきました。チリ山というね、韓国の中でもとっても綺麗な山のふもとにあって、緑が豊かで大きな川が流れている素晴らしいところでした。ちょうど友達の友達に紹介してもらった方がですね、舞台の方で、韓国ではパンソリという伝統芸能があるんですが、そのパンソリの方で、韓国にある国立の伝統音楽の国学院というところに所属してらっしゃる方なんですが、たまたま休暇中ということもあってですね、親切に車を出してくださって、ナムウォン中もいろんなところを案内してくれました。一番見たかった陶芸の博物館ですとか、それからナムウォンの民族資料館などを見た後にですね、あちこちドライブにも連れてってもらったんですけれども、そうか、こういう緑豊かなところでモデルのこの陶工の方は育ったんだなと思って、作品にもいろいろとアイディアを投影できそうな感じがします。今回の旅ではソウルも訪れたんですけれども、ソウルでは、友人が、まあ、国立劇団の演出家に選ばれて、ちょうど稽古初日でね、向こうの役者さんたちにも紹介してもらいましたし、最後に訪れたテグという町ではですね、以前に演劇のフェスタでご招待いただいたプロデューサーをはじめ、フェスティバルのスタッフの皆さんが私のために夕食会を開いてくださって、私は韓国料理が食べたいなと思ってたんですけど、なぜかですね、めぐみさんが日本から来たから、これはもうマグロの刺身大会だとか言ってさ、刺身屋に連れて行かれて、まあ大変美味しいお刺身をご馳走になったんですけれども、でもまあ今回の旅でも本当に思ったのは、人と人とのつながりというか、昔から仲良くしてくださる友人知人の方にですね、本当に助けられて、とても実り多い旅でした。やっぱり恩返しは、これはいい作品を作る以外にないなというふうに思っています。また旅のお話の続きはですね、来週にでもお届けしたいと思います。めぐみのあしゃぎだよりのコーナーでした。沖縄羅針盤では皆さんからの番組のご感想や、こんな方をコーラルラウンジに呼んでくださいというゲストのリクエストもお待ちしております。
宛先は 864@rokinawa.co.jp 864@rokinawa.co.jp です。懸命に沖縄羅針盤と書いて送ってきてください。お待ちしております。それからポッドキャストやブログでも情報発信中です。ラジオ沖縄もしくは沖縄羅針盤のホームページからどうぞ。沖縄羅針盤、今週はそろそろお別れの時間です。パーソナリティは富田恵でした。それではまた来週。